皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日のテーマは、誰でも SNS 時代のネットで好感度が高い優しい文章術ということについてお伝えしたいと思います。この優しいがちょっとポイントで、ひらがなで優しいって書いてないです。あの漢字でマインドフルネス、優しいっていうことですね。カインドの方の優しいなんですけれども、こちらの文章術ということについてお話をしてみたいと思います。なぜこの話をしようかと思ったかっていうとですね、私のクライアントさん の誰がどうのっていうことではなくてですね、いろんな方の文章、特に Facebook とかね、ブログとかそうなんですけど、目に触れる機会が増えてますっていうのが、皆さんが発信する頻度が上がっているからなんですね。で、 SNS っていうのは良くも悪くもその方のパーソナリティがすごくよく色濃く出る媒体ツールなんですね。ですから、逆にもったりすると、要は自分を大きく見せようとすると、それはそれでなんかこう嘘っぽいとか本当の姿っぽく見えないとか言うと、それはそれでまた好感度が下がりますし、何も人のことを考えないで粗雑にこう言葉をバンバンって発信をしてしまうと、それを受けた受け手がですね、傷ついたりとか、あとはそれに対して反感を抱いたりとかっていうケースがあるので、非常にこう言葉選びっていうのがネット上っていうのはなかなか難しいんですよね。で、最初に言っておくと、全員に好かれるのは無理です。はい、どういうふうに書いたって、どういう内容を書いたって、嫌われる人には嫌われるし、好かれる人には好かれる。ただ、その最大公約数を狙って、特に公の発信する場合には書いていく方が、無難に好感度は上がりやすい。要は人をいたずらに不快にさせることはないっていう意味なんですよね。はい、で、今日はちょっとそんな形で文章の扱い方とか、考え方っていうことについて、ちょっとお伝えしてみたいと思います。はい、じゃあ早速、本題に入りたいと思うんですけれども、まずですね、ネット上とかで、いろいろこうやっていく場合にですね、一番気をつけなくてはいけないこと、たくさんあるんですよ。気をつけなくちゃいけないことたくさんあるんですけれども、まず最初に理解しなくてはいけないのは、もうその文章とか書いている言葉尻とか、あとは行間の取り方とか空気感で、その方の人間性って割と伝わっちゃうんですよね。で、その時にじゃあ何に配慮しなきゃいけないかっていうと、これは特に最近私が感じていることなんですが、自分自身のパーソナリティを外向きに発信するっていうことは何ら問題ないんですよ。ないんですが、その発信の根源が例えばネガティブな感情とかありますよね。人なんで別に聖人君子じゃないので、怒ったこととかね、そういうこともたまにだったらね書いてもいいんですけれども、結局人の感情っていうのは、伝播していく、飛び火して伝わってっちゃうので、ハッピーオーラが巻かれている人、楽しいことを見つけて楽しいなって言ってるタイプの人と、やっぱネガティブな側面を特によく見つけて、その負の感情を外にそのままフィルターにかけずに吐き出しちゃうタイプの人では、どちらの方がどういう人が集まってくるのかっていうのは、もう自然に想像できちゃうことなんですよね。で、そのネガティブなことを言ってはいけない、基本私は言わない方がいいと思ってるんですけどね。できればそのネガティブさとかをポジティブに変えるっていうか、自分の中で ろ過するっていうか、変換することによって、ネガティブって別にポジティブと表裏一体なので、
その変換作業を上手にやった後で外に出す分には問題ないんですけど、その感情のまんま外に出してしまうと、そのオーラごと伝わってしまうので、読んだ人が必ずしもいい気持ちにならない可能性があるということですね。はい。ですから、その自分の中で処理しきれないものを外に発信することで同情してもらいたい、まあ、かまってもらいたいということで発信するタイプの方は、依存体質の人も当然いると思うんですけれども、その自分の内面をね、吐露することによって、それに共感する人が集まるっていうのは全然構わないんですけれども、要は似たような人が集まるっていうことですよね。そういう側面で見るのが好き、愚痴っぽい方から事象を捉えるのが好きというタイプの人が集まってくるから、その人に対して自分のサービスは展開していきたいのかどうなのかっていうのも考えてみる必要があるんです。ネガティブな話をする場合って。で、よくご相談を受ける時に、なんかこういう人が来てしまうんですとかっていうと、まあ、大抵その人の鏡なので、来てる方っていうのが。ですから、その自分のね、襟を正すっていうわけじゃないんですけれども、自分自身の内面を見つめながら、あ、そういう側面があるのか、じゃあその人ともしも付き合っていきたくないっていうふうに思うのであれば、そういう人が反応しないように文章を整えていくとか、発信を整えていくっていうのも必要だし、吐露したいのであれば、やはり少しね、加工した状態で外向きに発信されるといいかなっていうふうに思うんですね。感情の爆発でバーって言ってしまっても構わないんですけど。で、ここで一番気をつけなくちゃいけないのは、その先を想像する想像力ですね。例えば、それが発信するのは自分は言ってしまえば気持ちいいのかもしれないんですけど、どういう立場の人が読む場所で自分はその発信をしているのかっていうのを理解しないといけないですよね。あ、ちょっとお待ちください。あ、失礼しました。はい。大事なところで ピンポンが鳴ってしまいました。忘れてはいけないのがですね、その書いた文章ないしは内容によって、その人、いろんな人が目に触れるところに、その内容に反応する人がいるかどうかっていうのをちょっと考えた上で、その発信する言葉を選ぶっていうことをしてほしいなっていう感覚なんですよね。要は、自分の思いとか性格が分かるように発信するのは全然構わないんですけれども、それを読んだ時にもうあからさまに自分であるっていうことが特定できて、それを誹謗中傷しているように聞こえるような、書き方とか言い方っていうのは避けておく方が無難ですよっていう話です。例えば、その前の職場とかで何かがあったとしますよね。で、それがもう10年経ってるからいいだろうっていうことで、公のネットとかブログ上で、まあ昔こういうところでこういうあれがあったんだよねみたいなことを言うと、どういう状態でその人がその発言とかサイトを見るかなんてわからないじゃないですか。であれば、そのネガティブさをポジティブに変えるっていう部分でやれば、確かに自分も未熟だったからそういういさかいが起こってしまったのかもしれないとかね、そういうふうに収めておけば、相手の人も、まあ、一瞬読んで、これってね、だって例えばその時勤めてた会社の直属の上司とか言ったらもう特定できますよね。はい。なので、その人を個人的に攻撃したい書き方をするんだったらそうなりますけれども、何気なく書くんだったら過去とか未来も配慮して言葉を選んでいくっていうことを瞬時にしていかないといけないんですよね。これ訓練なんです。で、これ配慮できない人っていうのは、結構コミュニケーション能力が低いタイプの人になります。で、ここは訓練をしないと治っていかない。で、私が聖人君子のように偉いかっていうと、いや、そんなことないですよ。新入社員の頃とか、
先輩にね、生意気なことを言っちゃって、先輩から顰蹙買ったこととかもね、ありますからね。で、その時に、あ、こういう場でこういうことを言っちゃいけないんだっていうのを肌で学ぶとかね、ちょっと白目で見られて、あ、そっか、これって顰蹙なんだとかね。今はなかなかそういうのをこう面と向かって教えてくれる人っていうのがいないので、すごく気を上手に回して使うことができるタイプの若い方と、それを全然得ないで年を取ってしまったタイプの方とでは、気遣いな感じがすごく違うなっていう印象です。私はバブルの頃の端っこの頃だったので、新入社員もまあまあいましたけれども、先輩の方が層が厚くて多い状態だったんで、社員教育っていうのを結構やってもらうことができていたので、その人との付き合いと、こういう時はこういうふうに言うとみんながこう考えるよみたいなことを言ってくださる先輩とかがいたし、電話の取り方のマナーとか、食事ねしている時にその電話が鳴ったらどうするみたいな話とか、まあ、いわゆる社会人的な教育っていうのも受けていたので、自分が伝える言葉でお客様がどう思うか、自分が行動することで先輩とか、会社の人がどう思うかっていうのをもう毎日 OJT でやってました。はい、だから昔ね、すごくとんがってたと思います、私。生意気だったし、はい、まあ、個性って言えば個性なんだけど、でもやっぱりその配慮をしないとうまくいきにくいっていうのを途中で気づいて、それでこう一つ言葉を言う時とか何か発信する時に一呼吸置いて考えてから言葉を伝える、選ぶようになったんですね。ですから感情のままにパッションに乗っちゃった状態でパンと言うっていうのは、それはそれで文章と言葉が乗ってていいんですけれども、基本的には言葉で人を傷つけてはいけないっていうことを私はある人から教えてもらって、その指針をもとに文章とか発信をするようにしています。はい、まあ、それでももちろん傷ついちゃう人はいます。自分が想定している以上にセンシティブな人っていうのはセンシティブだし、私が思っていることを口に出すことそのものがもう辛いっていうタイプの人も多分世の中にはいるのは理解はしているんですけれどもね。ただ不用意にある特定の個人が特定できたりとか、あとはその過去ですね、過去のことをまあいろいろ言っても仕方がないじゃないですか。時間って未来に向かって動いていくものだから。なのでその言葉の使い方っていうのを未来に向かって明るいトーンで使っていくっていうのが、ウェブ時代の優しい文章の書き方っていうか使い方なんじゃないかなと思ってます。私にその文章のことで影響を与えた方っていうのは、やはり言葉、あとは調子ですね、言葉のトーンとか調子とかリズムをすごく大事にする人で、私はその方の文章を読むのがすごい好きで、誰も傷つけてはいけないっていうふうに言ってるだけあって、とても優しいタイプの文章です。たまに目に触れることとかはありますけれども、性質そのものを表しているなという、全方向に対して傷つけるようなことを書かないタイプの方なんで、そういう意味ではお手本ですね。まあ、そういう方は私の中で思い浮かぶ、まあ、私の師匠である平賀先生という方もそういう文章を上手に書かれる方で、私は平賀先生のメルマガとかはすごい好きなんですけれども、その流れを組んでいる方っていうのは同じようなトーンで同じような形で文章を書く方が多くて、男性が多いですけれども、非常に参考になるし、私はその文章がすごく好きです。はい、なのでこういう時代だからこそ自由に何でも発言できるし、何でも言えちゃうんですけれども、だからこそ言葉とか
文章っていうのは人を励ますこともできるし、まあ、凶器となって傷つけることもできるので、その使い方っていうのを無造作に使うんじゃなくて、ちゃんと選びながら使うっていう、もうワンランク上ですね。ただ発信するだけじゃなくて、でこの配慮がある先生ってやっぱり人気です。その配慮がある先生はやっぱり人気、だなっていうのはすごく思ってます。要はその先生のところにいると心地いいからだと思うんですよね。やっぱ配慮のない人はだんだん人が離れていきやすいので、ここは本人に自覚があるかないかっていうのはちょっと別なんですけれども、気をつけていく部分の一つかなというふうに考えています。はい、ということでまとめますと、誰でも SNS 時代のネットで好感度が高い優しい文章術の一番のポイントは、読んでいる向こう側の人の感情に配慮する、これが一番のポイントになると思います。基本誰も傷つけないという方針で書くと、どういう人が読むことがあるのかっていうのを全方向に集中させて考えることができるから。いや、そこまで考えて言葉言えないですよっていう人は、多分配慮が足りてない可能性があります。私、その尊敬している方でね、文章を書く方とお話をした時に、本当に配慮してるなっていうのを肌で感じたので、あらゆる方向から考えてその文章を紡いでるというか、言葉を紡いでる、考えて作ってるんだなっていうのを分かった時に、そのあたりまで目指していけるといいなっていうふうに思ったので、私も人間修行必要です。でも、今後いろいろとこうメディア、SNS を自在に扱える時代だからこそ、人とのつながりとかご自身のパーソナリティを誤解されないように発信していくっていうことが必要なんじゃないかなと思って、今回テーマに選んでみました。ご参考にしてみてください。